宮崎県の椎葉村です。椎葉村は宮崎県の北西、九州中央山地に位置し、人口は2000人余りで、標高1000メーターから1700メーターの山々に囲まれています。そして全国第5位という広大な面積を有し、その約 96% が森林で占められていて、果樹地面積は約 4% しかないと言います。私は樹齢800年を超えるという日本名木百選の一つ、八尊杉を見るために椎葉村を訪れました。壇ノ浦の戦いで滅亡した兵士の残党がこの地に落ち延びてきましたが、その追悼のため源氏の武将那須大八郎がこの地に来て、兵士の残党に再挙の見込みがないと見て追悼を取りやめたといいます。那須大八郎が椎葉に滞在中に、平の清盛の末孫とされる鶴富姫と恋に落ち、鶴富姫は女子を産んだといいます。大八郎は後に鎌倉に帰ることになりましたが、残った鶴富姫は娘に婿を取らせて那須下野守と名乗らせたといいます。その子孫が代々家を守り、鶴富屋敷と呼ばれる住宅が国の重要文化財に指定されています。椎葉村、源氏に敗れ落ち延びし、兵士の末裔隠れ住みたり。兵士をば源氏の若武者追いきたり、再挙の見込みなしと判ずる。若武者と鶴富姫の子は女子なり、後にその子に婿を迎えて、その婿に那須下野守と名乗らせて、守りたる家鶴富屋敷。那須の姓源氏の流れ汲みたりし、されど鶴富兵士の末孫。我もまた平の清盛の末孫で、見えぬ絵にしかと脳裏をよぎる。ここまでの絵にしを導きし八尊杉、那須大八郎、手植えの杉とか。